ハルトの紹介によって資金調達はできましたがハルト自身は空飛ぶ車に投資しなかったってことかなハルトの目に空飛ぶ車はどう映ったのでしょうね柏木公園もすっかり浄化されたようでハルトとくるみ、いい感じですねもうプロポーズしてるみたいなものでしたねさてたかしですねどうして たかしはメンタルが弱いのでししょうか優しすぎて自分のことは後に回しすぎているのかなまいが気づいてあげるべきだったと思うけどそれをまいに求めるのは無理がありましたかあれまいって人の気持ちを敏感に察してしまって熱を出してしまう子じゃなかったっけ 短歌って苦しんで作るものじゃないと思うのですけどね子供たちに楽しそうに教えていたじゃないですか前みたいな短歌は読めないって言ってたけどそんなことないと思うのだけどな何がそんなにプレッシャーなのかな今、たかしに必要なのは前でも北条さんでもなくヤギのおっちゃんなのかなてか何が不満やねん。 と突っ込みたくなりますマイがいてあゆみも生まれて幸せそのものじゃないですか私少々不機嫌になります結婚してすぐのときはめぐみさんも一緒になって家事はきちんと分担決めようそうしないととマイもたかしがきちんと自分の時間を取れるように気をつけていられたのにねたかし 男一人だもんね。息苦しくもなるのかなと思っていたら田原町さんも苦しむ時があるのだそう。追いかけると歌は逃げていく。そんなものらしいです。が舞と歩みのいる幸せは歌にはならないってことだよね。それはそれで舞の立場になると寂しいものがありますね。やっぱり別居か離婚かな パリに行って帰ってこれるかなで、最終回を前に、そんな展開になる